く、強硬姿勢は継続と分析、玄関世論や維新の会に警戒。ソウル強度、韓国の聯合ニュースは1日、衆院選での与党による絶対安定多数確保を受け、国交正常化以後最悪と評価される韓日関係に大きな変化はないと報道した。岸田文雄首相が韓国に強硬姿勢だった安倍晋三元首相の支持を受けたことや、日本での玄関世論のため来年の参院選を前に歴史問題で韓国に妥協するような態度は取れないと分析した。韓国の新聞各紙は躍進した日本維新の会にも注目した。中央日報は創設者の橋本徹元大阪市長がかつて旧日本軍の従軍慰安婦問題に関し、当時は必要だったと発言したことを紹介。衆院第三党になり影響力を発揮することに警戒感を示した。